核事故满7年，日本呼吁福岛食品解禁。中国国内の輸出が今規制されて、海産物等の農産物等の輸入が輸出が規制されているところであります。所以您真的认为那是谣言吗？那么具体的指标或者标准是什么呢？灾后7年，灾区重建情况如何？ 海啸发生过后，修建的增高的防波堤已经有7.2米之高了。风云对话，探访311日本大地震重灾区宫城县，专访宫城县知事村井嘉浩。 2018年是日本福岛核泄漏事故后的第7年，风云对话来到了位于日本东北地区中心的宫城县。现在日本的行政区划中是一级的行政单位，而宫城县是日本311大地震中受灾最严重的地区之一。宫城县海岸离福岛核泄漏的事发地不足100公里。我现在呢是位于宫城县石卷市，往我身后那个方向。 海面上100公里处就是福岛，实际上从这儿开车到福岛路上距离也就130公里。我现在呢脚下是一片防波堤，下面这一段呢是过去的防波堤，而上面这白色的一段呢是在海啸发生过后修建的增高的防波堤，现在呢已经有7.2米之高了。7年过去了，当地的重建情况如何？时隔7年。 当地日本人的生活怎样？那我们现在呢是在2018年，2018年3月11号下午2点46分，也就是日本的地震海啸发生整整7周年的时候，在日本各个地方都有不同形式的纪念活动，比如在东京就有民众默哀、汽车鸣笛和地铁停运，可见那场灾难虽然已经发生了整整7年，但是留给人们的伤痛和记忆还在。 这场大地震致使15895人遇难，而雪上加霜的是随之引发的核泄漏。震后不久，福岛第一核电站1号、2号、3号机组先后爆炸，257吨核燃料堆芯融化，污染土壤、地下水和海水，大量辐射物质泄漏，流入海洋，给当地水产业带来了致命的打击。时至今日。 核事故阴影仍难以抹去，提及核辐射，不少人至今心有余悸。在宫城县第二大城市石卷市，风云对话摄制组走访了当地一座水产品加工厂。7年前的灾难让这个地区的水产品行业受到了重创。此间加工厂在灾难过后迁移了厂址，但依然留在当地营生。 全国的严格的这个检测的是确保没有其他的一些毒素，包括没有核辐射的影响。那么具体的指标或者标准是什么呢？私たちは放射能の検査に関してはこの場所ではできないんですね。なので1週間に1回検体というものを日本微生物研究所というところにお送りをして、そこで 検査をしてもらって、検査成績表をいただいているというふな状況ですね。今は、有没有出现过核辐射超标的情况呢？今まで私たちが取り扱っているホタテ、カキについてはここ7年間で一度もありません。其他的产品呢？海底のですね、福島県沖の海底にいる、ヒラメ等々。 そこにいる魚から一時期検出された時期はあったんですが、今はそういった情報は入ってきてませんね。我没有感觉到就是海啸这个事件发生以后，包括在日本，可能有一些以前的一些客户都不在买宫城县的一些产品了。有这样的情况吗？やっぱり震災、宮城県産のものが、再開したのが震災の翌年からだったんですけれども。 やはりその時、マーケットが国内であってもね、マーケットが関わらは、その放射能検査の成績表を必ずその添付してくれという要望が、
続きましたね、最初は。現在呢？现在这样的影响还有吗？今も定期的に、その成績検査結果は、求められれば出すようにしておりますね。今の影響はですね、ほとんどないです。今は国内においてはないです。那你们也会吃你们的这个邻居的县啊，福岛县的海产品吗？私はもちろん海産品も食べますし、あとは果物とかね、そういったものも私たちは食べるようにしてますね。所以你们觉得是没有问题？时隔七年，当地的食品核污染究竟还有多少？核指标检测是否还在进行？具体指标如何？有没有出现超标的情况？带着这些问题，我们采访了宫城县知事村井嘉浩。村井知事您好，首先很感谢您星期六的下午来跟我们见面，并接受我们的采访。こちらこそ光栄です。世界中で本当に著名な方のインタビューをされておられますので、その中の一人に入れていただいて本当に光栄に感じます。那我们知道宫城县呢，应该是鱼产品很丰富的。那么是不是县目前就是在对华的这些贸易产品中，鱼产品它还不能是其中一类？非常に良かったんですが、残念ながら東日本大震災以降、放射能の風評被害と我々呼んでおりますけれども、その影響で中国への輸出が今規制されて、海産物等の農産物等の輸出が規制されているところであります。所以您真的认为那是谣言吗？因为我们有看到一些报道，不仅仅是某一个国家的，可能来自多国的一些媒体报道都有说，某一个时期在日本的某一个海域有查出好像身体里面是核辐射超标的一些鱼类，难道这些报道都是属于谣言吗？是，震災直後は少し出ましたけれども、今でも定期的に海産物、農産物の放射能チェックをしておりまして、全く不検出。検出ゼロでございます。実際我々が危ないものなら食べませんので、我々が食べているものを輸出をしようということであります。ぜひ安心して召し上がっていただきたいと思います。実際韓国も、お隣の韓国も、輸入制限をしているんですが、WTO に提訴して、まず1回目の判決ではですね、日本の主張が全面的に認められました。安心して召し上がっていただきたいと思います。刚才您说就是在大地震刚刚发生以后不久，确实在海域里面有一些水产品有查出核辐射超标。那么能不能请您跟我们大致的讲一下，就是当时一些鱼类它的核含量超标是怎么样一个情况？是说多少海里以内的所有的水产品都超标呢？还是说不同的品种的海产品它们有不同的反应？決して大幅に超えたわけではなくて、一部の魚から少し基準を超えるものが出たということです。やはり一部の海域から、一部の魚から出たということです。特に回遊魚、いろんなところを泳ぎ回る魚ではなくて、特定の地域にずっと居続ける、ヒラメといったような魚から検出されました。一匹でも、そういったものが検出されたならば、全量食べれないような形にさせていただきました。所以说有可能是在这个海域有一条屏幕鱼，它的这个含量是超标的，那么这个海域的所有的其他的鱼类都会禁止它来发货了，是吗？そうです。我的理解是，是不是一般回游的鱼可能会更加清洁一些，比起只在一个海域生活的鱼来说？ヒラメが一匹でも出たならば、宮城県内のヒラメの出荷を停止しました。したがって同じ海域で別の魚が検出されないときには、その魚は出荷されたということです。魚でもその海域で取れたといっても、回遊している魚がたまたまそこで取れた場合もあるし、ずっと居続けてて取れた場合もあると。那么从大地震海啸发生到现在已经七年了，那么一个很漫长的时间啊，一共有查出多少种鱼，它有过这个含量超标的这样的情况？おそらく数としては。私は1000匹いるかいないかぐらいだと思います。全体からしたらほんのわずかです。那么多少种呢？おそらく数種類ですね。先ほどから言っているように、ずっと回遊しないでずっとそこに居続けるような魚しか取れませんでしたので、ただ日本は非常に基準が厳しいのと、やっぱり何かあった時に健康被害というものが心配でしたので、それは本当に厳しい出荷停止基準を
を設けて規制しました。刚才您说了就是有过出现其中某几条鱼啊有这种超标的情况的呢，跟他们是否回游有关系，那么还有没有其他的因素也会影响这样一个指标的，比如说他们生活的这个水深啊，这个深度，或者说是鱼它的这个品种啊等等。宮城県はどちらかというと遠浅ですので、そんなに水深の深い魚というのは影響はありませんでした。また福島に近いエリアに限定されておりました。那个海域也还是属于浅海是吗？そうですね。そうですね。核事故满七年。日本呼吁福岛食品解禁。中国への輸出が今規制されて、海産物等の農産物等の輸入が輸出が規制されているところであります。所以您真的认为那是谣言吗？那么具体的指标或者标准是什么呢？灾后七年，灾区重建情况如何？海啸发生过后修建的增高的防波堤已经有7.2米之高了。风云对话探访311日本大地震重灾区宫城县，专访宫城县知事村井嘉浩。2016年4月，在网站上惊现日本核辐射导致太平洋鱼类基因变异的报告，类似新闻铺天盖地，引起了一阵阵恐慌。2017年，在社交媒体上又出现了一张在日本宫城县意外发现的巨型生蚝的照片，而这一次，日本大使馆发表声明辟谣，并且呼吁民众冷静对待相关传闻。采访一开始，村井嘉浩知事也对此类消息定义为谣言。所以您真的认为那是？主持人晓田问：“是否所有的同类新闻都是谣言？”报道都是属于谣言。村井嘉浩没有正面回答，只说宫城县定期对水产品和农作物进行检测，他们的产品都是合格的。而知事口中的检测是怎样一套程序？可信性又有多高呢？刚才知识先生您提到了几次就是政府这边的这个监测措施，我想问一下这个监测大概是怎么样一个频率，还有就是有几层监测，我相信就是在县政府以及有监测，县政府以下比如说市政府有没有监测，还有就是到国家层面有没有另外一层监测。これは魚を取った漁業者がしっかりとした検査機関立ち会いのもとで機械を設置して任意抽出した魚をチェックをしたと。全量では当然ありません、すごい量ですから。それをしっかりとデータを誰でも見れるようにインターネットを通じてオープンにさせていただきました。那么您说的这个第三方机构它是一个商业机构呢还是属于一个政府机构呢？県の職員も当然立ち会ってますし、また民間の業者の方が立ち会っていることもあります。いずれにしてもしっかりとした検査機関が検査をしたということであります。那么也就是说您对渔业从业者会提出一个要求就是这个频率他们需要多长时间送来样本进行检测，这是一个。另外一个就是刚才我提到的是有几层的这样的检测，还是说只有一层，就是县政府我们来全权的把握，或者我们授权一个机构来进行这个检测，然后把这个结果报告给县政府呢？これは震災の直後はもう当然ですけれども水揚げされるたびにやってました。つまり毎日やってたということです。最近はもうずっと不検出が続いてますので回数はずっと数は減ってきております。1ヶ月に数回という頻度です。那么还记得吗知事先生上一次出现的有鱼类超标的情况是在哪一年几月份？もうここ数年はもうどの魚も全部美味しく頂戴してますので、我々が実際食べてますので、何かの魚が放射能の影響で食べれなくなったという記憶がありませんから、間違いなくここ数年はもう全く出てないと言えます。福岛核泄漏事故后，美国、中国、韩国等国相继颁布了对日本核辐射区食品的进口禁令。中国从2011年开始宣布禁止对日本12个县的所有农产品进口。时至今日，宫城县等10个县仍处禁令当中。2018年6月，深圳海关查获了一起旅客携带7000克日本核辐射食品入境的案件，再次引发了人们的热议。核事故满七年之际，日本政府也加紧脚步，在世界各地呼吁
请求解禁进口禁令。当地政府也在日本各地推广，并邀请批发商和进口商前往当地亲自品尝。日本首相安倍晋三还亲身前往福岛品尝当地的食品。それを信じて頑張っていきたいと思います。那么包括农业，像大米、牛肉这些有没有受到打击呢？我知道虽然说有一些国家可能对日本这些地区的农产品的禁运没有解除，那么是不是绝大部分的这个购买者应该是日本国内的？那么日本国内的消费者对这个地区的产品有足够的信心吗？国内の影響はほとんどもうないですね。今はないです。はい。ただ残念ながら宮城県の農業農地の1割が津波で使えなくなってしまいましたので、生産量自体がガーッと下に落ち込んでしまいました。你说有些地区对核辐射这个词敏感，现在宫城县的人民对这个词还敏感吗？还是说已经比较习惯了？そうですね。やはり一部の県民はナーバスですね。やはり日本は昔戦争の時に原爆の被害を受けてますので、広島と長崎で原爆の影響を受けてますので、被害がありましたので、やはり放射能というものに対しては非常に国全体がですね、ナーバスになってます。作为三大重灾地之一，在这场海啸中，宫城县的海产养殖设施被摧毁。受到出口禁令影响，不少国家和企业也取消了订单。致使宫城县的海产销量直线下滑，不少从业者被迫结业。除了水产业，宫城县的制造业、服务业等多个产业也因地震受到了不同程度的打击，当地经济遭受到了重创，灾区的复兴工作还处于进行当中。那么，我想问一下，就是当时的这个地震发生以后啊，对宫城县总的经济情况和人口情况啊，产生了多大的影响？震災の前からだいたい1万5000人ぐらい人口が減りました。ごめんなさい、2万5000人でした。やっぱり家が皆さん亡くなりましたので、遠い親戚等を頼って、宮城県を出ていった方がたくさんおられるということです。産業は一番大きいのは宮城県はサービス産業、こういったホテルのようなこういったサービス産業が一番大きなウェイトを占めてまして、85%、80% ぐらいがこういったサービス産業です。あとは最近は車、自動車産業とか、あとは半導体を作るそういった産業、こういうのが宮城県の産業のメインに、ものづくりのメインになっています。そして一次産業、農業や水産業、林業ですね。この中でやっぱり水産業が壊滅的な被害を受けまして、震災直後は水産業はもうほぼ全く何もなくなってしまいました。那我们也知道，就是当一个地区出现了这么重大的灾情的话，作为一个地区的领导人，他的任务是很重的。能不能跟我们讲一下当时的情况，以及您做出的一些应急反应和措施呢？私は災害対策本部の最高責任者で、宮城県庁だけではなくて、自衛隊や、あるいは海上保安庁や、国の機関、いろんな組織を、あと民間の企業もありました。そういった企業を全部取りまとめて、方向を示さなければなりませんでした。震災直後はやはり、行方不明者の救出、とにかく命を失わないように、救える命をまず救おうということに最優先になりました。それが一段落したのは今度は、亡くなった方を、回収をして、しっかりとご家族に引き渡す作業に移りました。それが今度落ち着きましたら、宮城県の復興をどうしていくのかという計画を作らなければなりません。で、国から、お金をもらってきて、あといろんな規則ルールを変えてもらわなければいけませんので、そういったことのために、最大限エネルギーを注ぎました。現在法律修改了吗？还有就是已经得到的资金的支持有多少呢？今回は、いろんな形で、規制の特例といいますか、法律の特例を作ってもらいました。例えば住む場所が、津波でやられたところにまた同じ家を建てると、また次津波が来たら流されてしまいます。したがって、海から離れたところ、離れた土地がないところは高いところに新たに山を崩したり、田んぼを埋めて、
宅地を家を作る宅地を作らなければなりません。日本はものすごくそういうのがややこしくて、通常普通でしたらそういうことをやろうと計画してから、宅地が出来上がるまでに少なくとも10年ぐらいはかかるんです。それを一気にやれるようにルールを変えてもらいまして、そういうことが山ほどあったということです。そして、お金は全体で日本全体、国家予算の、この、復興が終わるまでで国家予算の約4分の1ぐらいのお金をこの被災3県に使ってもらいました。那么我们知道一个地区啊要发展，往往呢也会有一些对外的招商引资的工作。那么这一部分的工作，您近些年也在进行吗？これも国から、企業を誘致するための特別なお金を準備してもらいまして、いろんな企業を誘致いたしました。特に雇用の効果が大きい自動車産業、それから半導体の会社、こういった会社に重点的にアプローチをいたしまして、誘致に成功しました。那主要都是日本的企业呢，还是也有一些国外的企业？ほぼすべて日本の企業ですね。ぜひ中国の企業にも来てほしいです。那有没有具体的一些优惠政策已经在研究的？はい、やはり税金の優遇と、あと企業に来ていただいた時の補助金ですね。あと雇用を確保していただいたときにまた補助金を差し上げるということであります。人件費が高いですから、やはりかなり付加価値の高い会社じゃない、ものを作る会社じゃないと難しいと思います。比如说哪些除了半导体和汽车以外、比如说哪些产业您认为比较适合到日本来投资呢？非常に優秀な人材が多いですから、ソフト系の会社なんかは来ていただくと東北大学の卒業生なんかを採用できると思います。中国等からの留学生がたくさんお越しになっております。包括中国的鲁迅。はい、魯迅先生が勉強なさった東北大学です。村井知事所提到的东北大学，就是鲁迅求学日本时曾经就读的仙台医学专门学校。在鲁迅的笔下，仙台的冬天寒冷而清冽，给他带来一抹暖意的就是他的解剖学老师藤野研九郎。左が魯迅先生、右が藤野源九郎先生。那解剖学就是当时在这里上课的那门课吗？の一つ毎年送っております。鲁迅当年听过课的阶梯教室，如今已经成为了重要的文化遗迹。他当年的座位也被标上了特殊的记号。这是鲁迅的笔记本，真的，他字写得很娟秀啊。看得出是个好学生，当年在这里是英文授课吗？哦，德语授课哦，德语授课。鲁迅是东北大学历史上第一位中国留学生，如今东北大学设有鲁迅奖、鲁迅纪念奖两项奖学金，奖励优秀的中国留学生。现在的东北大学校园里还树立着鲁迅先生的雕像，成为中日间友好交往的见证。鲁迅在宫城县这个地区很有名吗？很多日本人都知道吗？はい、もちろん大変有名です。魯迅先生が勉強なさった怪談教室は今でも残っておりまして、中国の方のみならず、東北、日本の方がよく視察に訪れます。说到中国和日本的这个关系的时候，鲁迅先生在仙台的这段经历，应该是当地政府是比较重视的一段呢。你们通过保护鲁迅先生曾经在这里使用过的或者是待过的地方，是想传递一个什么样的信息呢？はい、やはり日中友好の一つのシンボリックな建物だと考えております。特に藤野先生と魯迅先生の関係というのは大変日本でも有名でございまして、こういった関係を個人個人で築いていくことが両国間の友好につながると我々考えております。采访结束之际，节目组也受邀来到当地一户庭院。在这里，我们不仅品尝了寿司，还亲身体验到了手作和食的精髓。
シアの職人っていうのはいるんですけど、どこ世界の世界どこの国でも今いますよ、ノルウェーだとか向こうの方にいますよね。でも本当の修行をされた方っていうのは少ないんです。人差し指とこれをこういうふうにする、それで上から押す、これも握らなきゃいけないです。これもこれをこれこの指をこう、この指はこう来なきゃいけない。好，我现在呢，就是它不粘了，这个困难我克服了，下面就是要把它做圆，下面那个饭团，嘿，嘿，哎，这样也行，就是拿的时候小心点，可能下边要垫一个勺子。最后我们来锦上添花。那么实际上真正吃寿司呢，是不会在吃之前呢再去蘸芥末和酱油的，因为芥末已经放在了鱼和米饭的中间，然后酱油呢基本上就是这样子一点点蘸上去的，江户前寿司的做法。好，哎，多谢马西。接着为您播出《大唐西市丝路文明》。